五門目銀とは、江戸時代の一時期に発行された銀貨の一種。その形状から、り箱とも呼ばれる。名は五門目銀金貨と銀貨の交替レートの固定を狙った最初の銀貨。田沼沖継ぐの命を受けた河合久隆が公案。名は2年9月4日に発行された。形状は長方形で、質量は五門目。銀純度は46%で、 文字人五問目と表記されており、これは当時の通用銀貨と等品位であることを示す。五問目銀の発行当初は通用銀である原文銀と同じ表量貨幣扱いとして流通させ、やがて当時の工程レートに従い、12枚で小判1枚と交換可能なものへと自然に移行し、銀貨の係数貨幣化を図ろうとする狙いがあった。しかし、当時の実践レートは、 小判1枚に対し銀貨63問目前後であり、小判との交換規定は現実にそぐわないものであった。また、当時の両外省は、金貨、銀貨の為替差益や為替手数料、銀貨の表量手数料などで収入を得ており、額面の固定されている5問目銀は敬遠された。さらに市場では、豆板銀同様の表量貨幣としての扱いに変化はなく、 豆板銀及び1分半などよりもかさばることから流通不便貨幣の扱いを受けた。こうした事情により、ほとんど流通しないまま、明和5年7月23日には引き換え回収が開始され、通用停止などの布告は出されないまま市場からは自然に姿を消した。これより、先の明和4年12月に幕府は12枚を1両で通用させるよう触れ書きを、 出したが、同時に勘定奉行に対しては、市中の五問目銀を小判へ引き返させる旨、申し渡しており、この工程価格は事実上五問目銀の回収のために出されたものであった。抗議配付金限及び回収された、旧銀から長銀を吹き立てる場合の銀座の収入である分一銀は五問目銀では、原文銀と同じ中造工の7%と設定されたが、 中造工が小額に留まったため銀座は損失を被ったとされる。ありがとうございます。